もう我慢するの限界だわ。俺のそばにいてくれ。檜山さんじゃなくて俺を選んで。俺が天城さんを幸せにするから。私上坂君のそばにいてもいいの？いてよ。火曜以外もずっと。はい。てかそっちの話したかったことって何？檜山さんとの結婚報告だよな。え？結婚？もう別れちゃった。じゃああの人わざと。天城さんのドレス姿綺麗だった？いや、近々見ることになるだろうから。うわ、俺の勘違いかよ。はず。坂君、好きです。これが私の話したかったこと。天城さん、キスしていい？え？そんな、いきなり？心の準備が。恋人だったらしてもいいんでしょ？上坂さん。